皆さんこんばんは。前髪を薄くしたいと思って安易な気持ちで前髪をセルフカットしたらハゲになった元男の子の青木かのんです。やばくない？これやばいでしょ。いろんな動画で私の前髪の薄さを指摘してくるコメントちょいちょいありますけども、分かってますよ、ハゲてますから。今回も切り込んだ内容を話していきます。視聴者さんから日常的にいただくその質問箱の内容、そのいただいた質問3つ答えていきます。で、今回は特大な内容を用意してますので、よろしければ最後まで見てください。こんな感じの性別系の動画以外にも、普段はバラエティ系な動画だったりとか、まあ、レビューする動画とかもいろいろ出してるんで、よければまだチャンネル登録お済みでない方はぜひ登録お願いします。まずですね、3つの質問を総括して最初に結論を話しますけども、私みたいな元男の子とは付き合わない方がいいと思います。これで今視聴者さんの多分心の中では、そんなことないってみたいな、それ自虐しすぎでしょみたいな思う方いらっしゃると思うんですけども、私自身自分で付き合うのがいいよみたいなこと言ってる時点で気持ちいい内容ではないんですよ、もちろん。ただ今回はその感情論的なことはなしにして、元男の子自身が客観視するとやっぱりまあいろいろと見えてくるところがあるし、まあそのことを伝えることによって、これから性別を変えていく人の情報になったりとか、まあ元男の子ってこんな感じなんだって、まあ世間の方から知ってもらうきっかけにもなると思うんで、そこは今回感情論的にならずにドライに答えていきます。では行きましょう。まず質問一つ目です。元男の子と付き合いたいんですけども、僕は鬱で辛いからお互いに精神的に支え合えそう&うつ病の自分を理解してくれそうだからっていう内容なんですけども、まずですね、根本的なその悩みの土台が違うんで、理解してくれるよねみたいないうふうに思って付き合ったら、多分かなりの大きなギャップを感じて求めてることとは違う結果になると思います。私のその経験上なんですけども、以前ですね、性別を変える前はお金を貯めなきゃいけないから、その飲み屋で働いてたんですね。いわゆるそのニューハーフバーみたいな、そこに来るお客さんの中には、普通に楽しみたいっていう感じで飲みに来る男性以外に、心にその傷を負った方とか精神的にちょっと辛いみたいな方が、私たちに対して僕の話理解してくれるよねみたいな感じのスタンスの方も多かったんですね。一般的な女性とお付き合いするのも怖いみたいな、自分のその精神的な部分がついていけないと思うから、元男の子さんだったらお互いその精神的にいろいろ辛い部分あるから支え合えそうだよねみたいな、まあそのうつ病とか、まあちょっと私なったことないんで分かんないんですけども、まあ、性別方向のなんか悩んだりとかしてるような私たちって、女性として一般社会に溶け込みたいわけなんですよ。身体的なポコチンとか取ったりとか、まあ女の見た目になれたら性別っていう部分のところを抜きにすると、元男の子さんはむしろ逆境にその立ち向かってるっていうか、行動力の塊だと思ってるんですね。180度自分の生き方を変えようとしてるわけなんで、ちょっと必ずしもご希望に添えることは難しいのかなって思いました。2つ目、僕は子供が嫌いで、もし女性と結婚したら子供を作らないといけないのかなというプレッシャーが嫌なので、元男の子と結婚したいです。それもかなり難しいなっていう、まずその子供を作りたくないっていう理由だけで元男の子さんとお付き合いとか結婚したいっていうその選択に進むのはかなりリスキーだなって思ってて、元男の子側からの、これ結局感情論的になっちゃうか、まあ一応話しておきます。気持ち的には、元男の子は子供欲しいけど作れない体だからもう諦めてるみたいな部分があるんですよ。ずっと悩んで生きている元男の子さんもいるから、そういった方々からすると、その子供欲しくないから元男の子に行くっていうのはちょっと悲しい気持ちになっちゃうんじゃないかなみたいな、まあ私はむしろ子供はもう無理って諦めてるんで、そこのところ結果オーライなんですけども、一番のそのリスキーなポイントはやっぱり社会的に認められにくいっていうことです。いやいや俺は支え合って生きていくから、そんなん周りの目なんて気にしないやって言うと思うんですよ。ただそこ
甘くないっていうか、今ここで話せるほどそんな単純な内容ではないんで、またどっかで話せればいいかなとは思ってるんですけども、男性側のご両親とか知人親戚っていう面もかなり大きいと思いますし、やっぱり人間でその一人で生きていけないなみたいな、まあ、私のその経験上では5年ぐらい家出したのかな、もう誰からも理解されなくてもいいやみたいな感じで一回出ていったんですけども、やっぱ最初は強がれるんですよ、自分を奮い立たせるために。でもね、きついなみたいな、やっぱ周りに理解されないって精神的に重たくなってくると思うんですね。あとは普通の方々と比べたらホルモン治療とかで女性らしさっていうのを維持しなきゃいけないんで、毎月のそのお薬代とかかかるし、まあ、保険がこれ適用されるとかされないとか、あと保険加入できるかとか、まあいろいろな部分でまだまだ地盤がちゃんとできてないんで、経済的な負担ですよね。2人で仕事して支え合っていくから大丈夫だよっていうこともあるかもしれないんですけども、元男の子って定職がなかなか見つかりにくいっていう、想像通り風俗、まあ、飲み屋の仕事とか一番多いんですよね。で、普通の会社とか就職したとしても、その周りの目に耐えられなくなったりとか、どっかしら理解されなくて辞めちゃうみたいな、そういった部分でもお金的に不安定になりがちっていうのがあるんで、本当に大丈夫かっていう難しいんじゃないかなみたいな風には思っちゃいました。そして最後です、大丈夫かな、かなりぶっちゃける内容なんですけども、読みます。僕は元男の子とお付き合いがしたいです。なぜかというと、男性が女性に変化することにフェチを感じて、それが魅力的だからです、という内容なんですけども、ちょっと以前なんかちらっと言った気がします、そういったこと。今回ですね、それにちょっと付け加える形で皆さんに今まで話してなかった内容を言いますので、ちょっと待ってくださいね。まずですね、そもそもその元男の子は自分がその男性だったっていうことに嫌悪感を感じて、手術とか高いお金出して頑張って変えてるわけなんで、要は自分がもう本当にすっごい嫌な部分を、いやお前のポージングが好きなんだよみたいな言われてるんです。いやいやいや、私はもうそれはもう忘れ去りたいから嫌なんだみたいな、お前の全てを愛したいんだよ、困るんですよ、なんだろうな、難しいな、お前のこの豚鼻を俺は大好きなんだよ、だからもっと豚鼻を見せてくれよって言われてるような感じ、ちょっと違うかな、違いますね。まずその自分のそのコンプレックスを好きって言われてる時点で引いてしまうっていう、そういう方々に対して、私がその当時働いてたそのお店でも、なんかもう元男の子がむしろ好きみたいな、普通の女性ではもう満足できない、さらなる高みを目指したいみたいな、なんかちょっと意味不明なこと言ってた方がいたんですけども、あーいやちょっと苦手だなって思っちゃったんですよね。まあ、その人それぞれのなんか好きとか嫌いに対してとにかく言う筋合いないと思うんですけども、まあ、私はちょっと苦手だなと思って、で今回ですね、それにちょっと補足する形で、もしかしたら皆さんがまだ知らない元男の子の世界を発表します。やっぱハゲてるよねこれ。それはですね、意外と元男の子は元女性と付き合っている場合が多いということです。えみたいな、まあ簡単に言うと逆転カップルっていうことですよね。性別があえて元男の子と付き合いたいっていう元女性の、だから今現在は男性として生きている方です。むしろ引き寄せられる場合が多いらしいです。悩んできたこととかお互いなんとなく分かり合えるっていう、あとは付き合う結婚する中で体のコミュニケーション、要は営みですよね、それが生きていく中で大切っていうことをよく聞くので、お互い理解し合ってできるっていうことが大きいらしいです。まあ、身体的なあの条件っていうか、まあいろいろケースがありまして、そういう元女性と付き合う元男の子の人は、その身体的な状況を言いますと、まだ下半身が未手術の場合、女の見た目してるけどポコチンついてると。で彼氏側の方の場合はポコチンを取り付けるっていうのはかなり手術の難易度が高くてですね、まあ、見た目は完全に男性だけど下半身は女性器のまんまっていう方が多いんで、要は一見その営み方法は普通の男女のように陰茎を挿入するっていうことですよ。もう結構私の周りでも意外と多いんですよ、逆転カップルって。最初はびっくりしたんですけど、
むしろお互い理解し合えるから幸せだって言ってる方も結構多いです。私はそれはそれで一つの人生の生き方だと思うんで、すごい素敵だなとは思います。かなりぶっちゃけトークになったんですけども、少しでも楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok もやってますので、そちらもぜひ画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。